こんにちは、マサです。今日朝起きてびっくりしたんですけど、ドル建て金価格がジャンプしました。大ジャンプしました。先週の金曜日は30ドル上昇して終わったんですけど、翌週の今日、月曜日、なんとオープンから70ドル上昇しました。もちろん最高値更新です。金の投資を 10年以上やってますけど、オープンからこんなにも上昇したことってあったかなってびっくりしましたね。なんで上昇したかというと、一つはイスラエルとハマスの戦争が再び再開されたからです。もう一個は先週の金曜日、FRB のパウリ議長が利上げのサイクルが終わった かのような発言をしたからです現在の金利水準でかなり景気が抑制されてきたと言ってるんですそうなると次の金融市場の話題はいつ利下げになるかここがテーマになってくるわけです今のところは来年の3月ですこういう一連の流れを先週の パウエル議長の発言で急速に織り込んできたわけです。金が上昇した理由として、戦争と金融政策と二つ紹介しましたけど、どっちの影響が大きいかというと、もちろん金融政策です。感覚的には90%は金融政策の影響かなって思います。ビットコインも600万超えましたから、 金と同じ流れが来てます。円建て金価格は200円上昇して1900円ぐらいですから、税抜きでも1万円超えそうです。年初の金価格が8570円ぐらいですから、今年2400円ぐらい上がってるんです。すさまじいです。通常12月は最も 金価格が上昇しやすい月なんですけど今年も当てはまるかもしれませんねでは以上ですご視聴ありがとうございました